辛い時は酒に頼れ、飲むなら飲みまくれ、レモンサワーは最低5杯。今日もこちら心得てやってまいります。はい、どうもポンポンです。今日は家訓を心得て京阪電車古川橋の駅にやってきました。これスタンダイの時に古川橋の駅の近くにめっちゃ仲いい友達が住んでて、古川橋駅はしょっちゅう来てたんですよ。いやー、なんかホームに帰ってきた感があってほっこりしますね。じゃあちょっとだけ私の思い出の地を紹介してもいいですか？ご存知の方も多いと思うんですけど、こちらのイオンは以前ダイエーで、その向かいにあったアンスリーが松本清になってます。今日の目的地はこの松本清と三井住友銀行の間の道を入っていきます。わあ、懐かしい。ここのカラオケは今はバンバンになってるんですけど、私が友達とよく通ってた時はロリーポップやったんですよ。ご存知の方いますか？ロリポロリポ、なんかポンポン聖地巡りみたいになってますけど、今日の目的地はこちら。今日行くお店はこちら、丸吉精肉店さんです。これです、これです。60分飲み放題レモンサワー500円。昼からやっちゃうよ。今ちょうどオープンできたのでランチタイムなんですけれども、ランチメニューは690円からありますね。レモンサワー飲み放題があるんですけど、延長は30分250円でして、最大90分まで楽しむことができます。このような感じでトッピングメニューの種類もめっちゃ多いので、いろんな飲み方で楽しむことができます。それでは今から1時間スタート。飲むの今でしょ。それではまず1杯目、今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。昼から贅沢。レモンサワー飲み放題500円で、ランチも690円からとすごい安かったので、突き出しがあるんかなと思ってたんですけど、突き出しもなくて、これはお酒ありでもお酒なしでも楽しめるお店確定です。
ったんですよ。親と一緒に来てたんですけど、2階に止めたら駐車場の地面がこのような焼肉屋の網目やったんですよ。あの駐車場が本当に怖くて、もうトコス行くのめっちゃ嫌やったんですよ。共感していただける方いらっしゃったら、あのぜひコメント欄で教えてください。ジーラーランの動画を見てくださってる方はご存知の方も多いと思うんですけど、私レモンサワー結構最近ハマってるじゃないですか。この60分500円、夕方からやってるお店は何店舗かあったんですけど、この昼からやってるお店っていうのは少なくって、それができるのが丸吉精肉店さんなんですよ。丸吉精肉店さんのお肉は全て国産牛を使用されてらっしゃいまして、なぜこのコスパでいけるのか、ちょっと話をお聞きしたいと思います。国産牛ということで、はい、この価格コスパでいけるって言ってて、何ですか？チーでは、はい、モバイルオーダー制を導入しておりまして、はい、ここで人件費をかなり抑えることができます。人件費をかなり抑えることによって、原価率を上げることができるということです。和食の会社が本体になるので、ここでの大量購入というのもあって、かなり仕入れ値も上げていけるので、はい、いいものをリーズナブルに出せるっていう。そうですね。いやー、これはね、本当にお得。4杯目も乾杯。油滴る、お肉。カルビーゲサは人間ループ。次、5杯目。帰って編集できるかな。ちょっと。大丈夫です。ちなみに今入ってる分は飲んでもいいんですか？全然大丈夫。させてもらっても大丈夫です。最後いっぱい。あ、そうなんですか。これで最後でいいんですか？ありがとうございます。最後足していいだなんて、良心的なお店ですね。記録6杯ごちそうさまでした。あとはこちらテイクアウトなどをご用意されてらっしゃいますので、皆さん行ってみてください。本日は古川橋の駅から徒歩30秒ほどの場所にある丸吉精肉店さんに行ってきました。レモンサワー60分500円で飲み放題で、お昼からレサワ6杯いただけて、そしてランチ690円でいただけて、お会計1309円で、もう大満足です。ぜひ今はテイクアウトもありますので、皆さん行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。レモンサワー500円で60分飲み放題したいと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。目ちゃんと開いてますよ。今日もこちら心得てやってまいります。